こんにちは、そろそろワンです。今日の動画はアースの爪切り動画になります。空の時と同様に、使っている爪切りはこちらになります。これアースの爪はかなり太いので、これだとちょっと小さくて力も、小さくて切りにくいっていうのがあって、一度ワンサイズ大きいこちらを買い替えて使ったことがあったんですが、ちょっとこれだとね、なんか変なのがついてて、いちいちそうストッパーがかかってしまって、ちょっと私には使いづらかったんで、こっちアースもこっちでなんとか切ってます。アースは空よりも、空よりも切りにくい子なんですけれども、もうグダグダの動画になっちゃいましたが、どうぞ。